花笛講座。まずこの花笛、南アフリカの花笛です。こっちが上です。このちょっととんがってるところで、この穴が開いてるところを口に当てるんですけど、中はこんな風になってます。こんな感じ、こんな感じ。このまま口をこれぐらい開けて、このままくっつけます。で、鼻からってやります。その時、そうです、ポイントは口を開いたままじゃないと音が出ないので、こうやります。さあどうぞ皆さん、リピートアフターミー、リピートアフターミー。どっから、え、鼻から、あ、鳴った鳴ってる。なってる。できた。あ、早い。あ、もうみんな大丈夫じゃん。何それ。ムネさんも音出ましたね。できた。うん。黒すごい似合いますよ。出なくなっちゃった今度は。口を大きく開けて。ピタッとくっつけて、結構低い音出ますね。で、口の中をこう狭めたり、あのベロを前にすると高い音が出るんですね。奥にこう口を広くすると低い音が出るんで、こう あんまりなんか考えないで口笛吹くような感覚でやればできると。ってことで、花笛コンサートで花笛講座でした。イエーイ。